野球日本代表4番村上の3試合連続本塁打などでエラに勝利。2022年11月10日、野球の日本代表は来年3月に行われる WBC イコールワールドベースボールクラシックに向けた強化試合でオーストラリアと対戦し、4番の村上宗隆選手の3試合連続となるツーランホームランなどで効果的に得点を重ね8対1で勝ちました。野球の日本代表は来年3月の WBC に向けて今月5日から強化試合を行っていて、9日は札幌ドームで予選の1次ラウンドでも顔を合わせるオーストラリアと対戦しました。栗山英樹監督が去年12月に就任してから初めて海外チームとの試合となった日本は1点を追う2回に1アウト2塁3塁で7番、ファーストの巨人、岡本和真選手が2点タイムリーを打って、2対1と逆転しました。そして5回には、今シーズン、史上最年少で三冠王になり、日本でも4番を任されている村上宗隆選手が2アウト1塁から、強化試合3試合連続ホームランとなるツーランを打ってリードを広げ、6回には打者9人の攻撃で4点を奪って、オーストラリアを突き放しました。投手陣では先発の DeNA、今永翔太投手が1回に味方のエラーもあって1点を先制されましたが、最速151キロのストレートが走り、4者連続三振を奪うなど、4回1失点、奪った三振10個の好投を見せました。さらに、巨人では先発として活躍した戸郷翔征投手が5回から登板し、150キロ前後のストレートと落差の大きいフォークボールで4回を無失点に抑え、初代表のマウンドでアピールしました。投打が噛み合った日本は8対1でオーストラリアに勝ち、栗山監督就任後、初めての国際試合に勝利しました。日本は10日もオーストラリアと札幌ドームで強化試合を行い、ロッテの佐々木朗希投手が先発する予定です。栗山監督、選手みんなが持ち味を出した。栗山英樹監督はヒット12本を打って8点を挙げた打線について、選手みんながそれぞれの持ち味を出して点を取ってくれた試合だった、とした上で、点差はついたがうまく攻められなかった相手投手もいるので、工夫しながら次につなげたい、と気を引き締めていました。そして、明日で強化試合は最後で次は本番になる。試合の中でできる限りのことを確認していきたい、と話していました。今永、低めよりも高めに。今永翔太投手は、キャッチャーの森選手が低めに丁寧に投げるよりも高めに投げてもいいのではないかと言って引っ張ってもらえた、と4回1失点10奪三振のピッチングを振り返りました。そして、WBC に向けて、これまでに数々の先輩が築き上げてきたものがあるので自分たちが継承していけるように全力で頑張りたい、と力強く話していました。戸郷先発の今永さんがいい流れで繋いでくれた。二人目で5回から登板し4回無失点の好投を見せた戸郷翔征投手は、先発の今永さんがいい流れで繋いでくれたので楽をして投げることができた、と振り返りました。一方で、普段は先発をしている戸郷投手は5回。